どうも、赤堀です。今回は状況によって超火力を叩き出すことができる木と虫糸の槍と相性のいいおすすめ装備についてです。それでは早速いきましょう。虫糸の槍は祈祷となっていまして、必要能力値は進行26、消費 FP は28となってます。説明に、ネバつく糸を分泌して2つに束ねて前方に放つとあるんですが、使うとねこんな感じで両手2方向から前方に挟み込むように糸を飛ばすことができるといった攻撃になってます。ボタンを連打すればこれくらいの間隔で連発して出すこともできます。逆に長押しをするとため打ちもできまして、威力の底上げをすることができたりもします。ちなみにこのため打ちで変わるのは威力のみで、射程距離が伸びるといったことはないです。さらに乗馬状態で使うと硬直時間が若干短くなるので、より素早く連発をすることができるといった特徴があります。なので霊馬に乗れるときはね、なるべく霊馬状態で使った方が発動間隔を短くできるという側面を持ってます。その上でこの糸ですが、貫通性能があります。人型のような小さい敵に対してはそのパフォーマンスを引き出しきれないんですが、敵が大型になるとかなり多段ヒットすることになりまして、威力が跳ね上がることになります。この小炉のゴーレムの場合であれば、しっかり体を貫通させる向きで連続攻撃をすると簡単にマンダメージを出せてしまうほどのポテンシャルを持ってます。なので相手やケースによってこの虫糸の槍の戦術も使えるようにしておくと、戦略の幅が広がって攻略がかなり楽になってくるかと思います。しかも近接武器と違って繊維による祈祷攻撃なので、盾持ちスタイルにした場合でも手持ち装備を切り替える必要がなく、ガードも祈祷攻撃もできるという点が扱いやすいです。というわけで入手場所の紹介です。場所は北西方面になりまして、マップで言うとここになります。近い祝福としてはラウフの小遺跡西となりますね。実際に移動します。まずは階段を登って遺跡に入っていきます。このフロアは左の方に移動していきまして、でここで左に曲がって道なりに移動していきます。そうするとここに昇降機があるので、これを使って上のフロアまで移動ですね。上に到着した後は一旦外に出るんですが、この奥の方まで行くとまた遺跡があるので、まずはそこまで移動します。ここからまた遺跡ですね。左の方に厄介な敵がいるので、ダッシュで切り抜けるか、難しい場合は先手を取って倒しておくと安全です。で左の通路まで移動していくと、道なりに進んでいきまして、ここの遺体から回収することができます。冒頭で解説した通り、基本的には盾を持ったガードスタイルがストレスがないかと思います。盾として採用したのは物理 100% カット、かつ他属性関連のカット率も高い指紋石の盾となります。さらに高度を強化させる戦技鉄壁の盾をつけておけば、より盤石さを底上げすることができますね。この指紋石の盾自体はオートローデイルの地下で入手することができるものになってます。それと戦技の鉄壁の盾はリムグレイブの門の城壁近くで取れるものとなりますね。ただこの動画で詳しい入手方法まで掘り下げると長くなってしまうので、必要な場合は過去動画で解説しているので参考にしてもらえたらと思います。説明欄にリンク貼っておきます。で祈祷を発動させるための船員ですが、基本的には必要能力値を満たしていて、かつしっかりレベルを上げて自分のステータス状況に応じて祈祷補正が高くなるものであれば何でも大丈夫です。まあとは言っても船員の能力は進行ステータスで上がりやすい傾向があるので、筋力に多く振っている場合はなかなか祈祷補正を上げにくいといった側面があります。そういったケースのおすすめとして一つ挙げておくと、爪痕の繊維というのがあります。これは筋力補正も乗るという繊維の中では珍しいものなので、脳筋系の方も扱いやすい部類になってます。鍛えていくと能力補正は筋力 B まで上がります。入手場所はマップで言うとここ、ケイリット地方にある獣の神殿となります。この中にいる NPC グラングに死の根というアイテムを一つ渡すことで手に入ります。死の根自体はここまでプレイしている方はすでに1個は持っているかと思いますが、一例を紹介しておくと、呼び水の村にいるティビアの呼び船という敵を倒すことで手に入ります。
次に防具です。これは羅刹シリーズとしています。この防具は1部位につき敵に与えるダメージがプラス 2% されるという効果があるので、全身揃えると 8% アップさせることができます。ただ受けるダメージも大きくなってしまうというデメリットがあります。あるんですが、盾スタイルなのでこの点は気にしなくても問題ないものとなってますね。入手方法は東の無命霊廟にいる羅刹を倒すことで手に入ります。詳しい方法は過去動画で解説しているので、必要な場合は参考にしてもらえたらと思います。次にタリスマンです。まずは信徒のセーフです。これは祈祷の威力が 4% 上がるといった効果となってます。入手方法はサリアの隠し行動となってます。実際に移動します。ここね、回収済み状態ですが、ここの遺体から取れるものになってます。次に集う信徒の聖符。これは祈祷の威力が 8% 上がるといった効果になります。入手方法は本編の方の NPC ミリセントとゴーリーのイベントを進めることで手に入ります。イベント関連アイテムなのでちょっと手間がかかりますが、詳しくは過去動画で解説しているので、必要な場合は参考にしてもらえたらと思います。次にガード強度を高める大盾のタリスマンです。これはアルター高原の祝福が近いです。実際に移動します。ここですね。ガード性能を上げるタリスマンとしては、ガード時のみ魔力、炎、雷、性のカット率を 20% 上昇させることができる真珠盾のタリスマンというのがあります。これも優秀なので、入手場所を紹介しておくと、マップで言うとここになります。近い祝福は古遺跡の麓ですね。実際に移動します。ここの宝箱から回収できます。次に相当機のタリスマン。これはスタミナを消費した後の自然回復速度を大幅に上げる効果となってます。入手場所はエラク川の洞窟から北西方面に進んだ滝の裏で回収することができます。これの詳細も過去動画で解説しているので、必要な場合は参考にしてみてください。あとは大壺の武具会です。これは装備重量の上限を 19% 上げることができるといったものになってます。指紋石の盾がかなり重いので、もし重量装備になってしまう場合はこれをつけることで重量まで落とすことができるかと思います。入手場所はケイリットエリアで、祝福でいうとシーフラ川の奥井道、ここから北西に行った場所で手に入ります。
ただこの祝福に行くには少し特殊なルートが必要なので補足をしておくと、地下のシーフラ川岸辺から北東の方に移動していきまして、まずは祝福奥井戸の下を開放します。ですぐ近くに石鹸の鍵を使う昇降機があるので、これを使って地上に上がっていきます。そうするとね、シーフラ川の奥井戸に出られるといった感じです。この後は一本道なので北西に移動していくだけになります。でここまで来ると大坪という巨大な NPC がいまして、話しかけると3つの赤サインが後ろに出てきます。そしたらこの赤サインにそれぞれ触れて3人の敵対 NPC を倒すことで手に入ります。次に黄金樹の恩寵プラス2、これは最大 HP、スタミナ、最大装備重量の3つを上昇させるといった効果となってます。大坪の武具会をつけても重量になってしまう場合はこれと併用するといいかと思います。入手場所はカイトローデルとなっているんですが、これの詳しい入手方法は過去動画で解説しているので必要な場合は参考にしてもらえたらと思います。主なところはこの辺りになるので、タリスマンに関しては状況に合うもの、自分に合うものから4つ選んでもらえればと思います。最後に補足ですが、補助祈祷として攻撃力と防御力を上げることができる祈祷黄金樹に誓って、これもね合わせて記憶セットしておくと便利です。火力と守りの底上げが手軽にできるようになりますからね。黄金樹に誓ってに関しては過去動画で入手場所を紹介しているので、必要な場合は参考にしてもらえたらと思います。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。